こんにちは、ゆうきです。さあ、本日も詰将棋やっていきましょう。今回、用意させていただいたのは15手詰でございます。では、こちら、駒の配置読んでいきたいと思います。玉型、1一玉、1二歩、1三銀、2二銀、2三歩、3一香、3二香、4一飛車です。攻め方、1四歩、1五香、2一銀、2四香、3三歩、3四銀、5二、4二飛車となっております。では、こちらの駒を使って1一玉を済ませてみてください。それでは1分間スタートします。では解説していきます。ここまで皆様ご視聴ありがとうございます。1二銀成から始まっていきます。1二銀成で同玉、1三歩成、同銀、2三香成、2一玉、2二歩打ち。あ、失礼しました。2一玉でしたね。2二歩打ち。1一玉。はい、ここまで大丈夫でしょうか。2一歩なる。同じく玉。2二歩打ち。1一玉。同じく歩なる。同じく玉。1、2、銀打ちまでということで、こちらで15手詰めです。まあ、本来であれば15手でね、なることはない。というのはですね、あの2枚の歩が邪魔だったかなというところなんですね。この2枚の歩をね、消化するために、ああやってね、2、2歩、2、2歩、2、1歩なりと、1、1玉をこれを繰り返さないと歩は減ってくれませんからね。で、まあ、銀で取る手もあるんですけど、それだと早く詰みます。なので全く意味がありません。ということを考えますとね、まあ、歩打ってね、ついて、1、1玉と逃げて、まあ、同歩、あの、2、1歩なる、2、1歩なるをこうね、2回繰り返していただければね、あ、二回じゃなくて、一回繰り返せば、これをね、これで、まあ、駒がぴったり詰むような形に今回なっているということなんですけどもね。では、もう一回やっていきましょう。まあ、今回はね、いかにね、歩をどの場面で使うのかというところがね、今回のポイントでしたね。歩はね、ほんと邪魔なんでね、そこをどうにかしなければならないというところでした。ではもう一度やっていきましょう。1二銀成同玉、1三歩なるかな、1三歩なる、1三歩なる同玉、同香なり、あ、違いましたね、大変しました、同香なりじゃないですね、2三香なりですね、2三香なり、2一玉。こっちに引いたらですね、銀打ちがありますからね。なのでね、こっちに歩しかなくて、2一歩打ち。まず同銀で取ったら、まずここに銀打てば終わりますからね。なので、まあ、どちらにせよ詰むことはないので、1一玉と引いてあげるしかなくて、2一歩なり同玉、また2二歩打ち、同、1一玉、2一歩なり、これを繰り返して、ここまで持ってくることができたら、最後は間違えないでくださいね。間違ってここ打ったらね、手数が多くなってしまいますので、1二銀打ちを打ってあげないと15手では詰みません。
間違ってここに打ったとしても詰まないことはないです。こちらに香車がいますから、こっちでね、打ってね、同玉で、同銀でまあ取るんですけども、サイズ的にここですね、1、2、香成という手がありますから、まあそれで詰むことはないんですけど、そうするとね、17手詰めになってしまいます。手数をね、ちょっと間違えてるところがあるということでね。もしそのような積み方になってしまったという方はね、もう一度こう温め直してはいかがでしょうかということでね、本日の動画はここまでです。最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。